行こう。ままに岩山八九見切りました。風をしろ。
風の行く先を。でござるな。任務の目標は。
組合会にはまだ仕事が残っているんだ。君は休むといい。僕は仕事に戻ろう。逃げ道はありません。ままに美しき景色を見ればおのずと旅がしたくなるものであろう。よっ
せを知れ。いざ。し。行こう。風よ。風の赴くままに。
おお、来たか。俺はてっきり水に浸かったお肉丸のことなんざと。だからこうやってお前のところでこの前鉄。別に大したことではないんだが、この前体なんというか願いが叶ったせいなのか、最近意識がはっきりしなくて。なるほど、なんちゃらの機械ってやつのおかげで。え、それじゃあ機械の影響なんとかしな気にするなパイモン。いや、思えば船でありながらお前だが、最後に頼みたいことが。この前体が見つかっ、宝もほとんど持っていかれて。だが今回は大海賊船の名に誓って必ず立派な宝。お肉丸はもうすぐ、それにお宝があるらしいぞ。じゃあ早速出発し。よし、それじゃあ船に乗ってくれ。それは稲妻の明かりだ。久しぶりに見たな。このまま明かりに沿って進もう。まるで並んだ魚灯のようだな。夜の漁船みたいで、西来島の港に戻った気分だ。海賊とはいえ、毎日が冒険というわけではなかった。何もない時は左衛門の兄貴が漁に付き合ってくれたのさ。やつは槍で魚を取ったもんだが、一度もしくじったことはなかった。今はどこにいるんだろうな。だがやつならきっとあらゆる方法を使って西来島に戻ろうとするだろう。そうだ、お前たちに伝えたいことが2つある。1つ目だが、実は自分の名前をずいぶん前に思い出したんだ。わあ、お肉丸じゃなくて船さん、本当の名前は何だったんだ浅瀬神社の巫女は俺に古関丸と名付けた。俺の仲間たちはほとんど古関村出身だったから、無事に仲間を故郷に返してほしいってな。俺はあいつらの期待を裏切ってしまった。俺がもっと頑丈だったら雷を乗り越え、あいつらと共に古関村まで無事に帰ってこられたかもしれないのに。人そっくりだ。さっきの稲妻の明かりも、もしかしてこれは俺のせいか。二人を巻き込んでしまった。
大海賊、赤穂同盟州配下の大海賊船古関丸だぞ。西来の木は俺の筋骨、浅瀬の巫女が俺に名を与えたのだ。海を十数年航海してきたが、一度も仲間を見捨てたことはない。たとえ強者と戦うことになっても、くじけたり後悔したこともない。これしきの雷、楽勝で乗り切ってみせるぞ。行こう。風の行く先を。風を知れ。行こう。風の赴くままに。喋る船は所詮船さ。この雷を乗り切るには旅人の卓越。遠慮しておく。さっきの雷はおそらく、でもちょうどいい。旅人、あれ、ここは初めてお宝を探る。今回はきっと宝があるさ。何しろこれは、そうか。ところでこの前二つの子。もう忘れて。古関丸が言ってたお宝はあの真っ二つになった船体の近くにあるはずだ。探しに行こうぜ。風の行く先を。
なんで前は気づかなかったんだ。あ、そうだ、早く戻ってお宝を小関丸に見せてやろうぜ。小関丸、小関丸、お宝があったぞ。ほら、海賊さん。あ、そうだ、結局小関丸、いざ